2022年の早稲田の入試に出てきた団語、難狂言たちを紹介したいと思います。サブストリート、ね、まあこいつはまあ知らなくてもいいと思うんですけど、ウィンズコール、あ、これも英検級の時に覚えましたね。パナプティコン、ね、これはネイティブも知らなかった。教育学部の本文中に出てます。過去には慶応の SFC で問われたこともあります。お題始まりました。もちチャンネルです。さあ、今回は寝癖が良かったんで、ちょっとだけ乗っけておきますが。はい、今回ですね、2022年の早稲田の入試に出てきた団語、難狂言たちを紹介したいと思います。まあ今回もね、ぶっ飛んだ表現とか、ぶっ飛んだ難しい単語、いっぱい出てきましたので、それらをまとめて紹介していきたいと思います。では、紙は直してきます。はい。で、基本はですね、設問に出てるとか、選択肢にいる、まあ、答えに関わってるところを中心にやっていきたいと思いますね。まあ、いろいろ早稲田の動画もすでに出てるんですけど、まあ、やっていきたいと思いますね。社学から行きましょうか。早稲田社学。まだこれね、動画出てないんで、初めて見る人も多いと思いますね。まず最初は defray。はい。知ってますか？これですね、負担するとか支払うってやつです。お金を払うと、ね。defray costs っていう形で、確かコストが後ろに出てたと思いますね。続いて edge。はい。edge には advantage、ね、有利とかっていう意味がありますので、こちらもちゃんと押さえておくといいですね。やっぱ総計だったら解けておかなきゃ。で、次は condemn。これはもうすでにやってたと思いますね。criticize の意味、こう批判するっていうやつですが、これ何度も出てるんで、社学だけじゃなくて、他学部でも絶対知っとかなきゃいけません。次、disparage。はい。これも難単語ですね。一級じゃないですかね。はい。批判するっていうやつです。さっき condemn も批判するでしたけど、こうやつも批判するですね。まあ自分自身なんかネガティブな感じって言って覚えたのを今でも覚えてますよ。こう英検1級の時になんかね、ネガティブな単語がすごいんですよ。英検1級の単語って。だからそのイメージで覚えていますね。で、同じようにこれもそう。vex。そう。vex も悪い意味っていうので記憶に残してますね。非常にね、堅苦しい表現なんですけど、苛立たせるとか、当惑させるで、結構ネイティブによっても感覚違いましたね、聞いてみたら。で、社学っていうのは非常に、まあネイティブの教養がある層が読む雑誌から出展されるんですね。雑誌だったりとか、新聞に。だからそういうものがどうしても多くなっちゃうんですね。文語。で、次が bewitch。これ、ウィッチがついてますね。そう、魔女っていうので分かると思うんですが、魔法なんですよ。だからこう、魅了するとかですね。心を奪うと。魔法にかけるなんていう風に使われる表現ですね。次が、サブストリートですね。まあ、こいつはまあ知らなくてもいいと思うんですけど、まあ、めっちゃむずい単語だなと思いました。気質とか、酵素の反応で化学反応を起こす物質だそうです。それをサブストリートというそうです。まあ、サブが下、サブスタンスとか物質とかあるんで、覚えやすいかもしれないですね。次がです、ヘジモン。なんかデジモンみたいですけど、まあ、日本語であるのは、ヘゲモニーとかですね。ああいうの知ってる人は結構多いんじゃないかなと思うんですけど、現代文で覚えた気がする。ヘジモニーですけど、英語だと主導権とか覇権とかっていうわけですけど、だからヘッジモンっていうのはその覇者とか覇権を持ってる国ですのことを表したりしますね。で、次がパナプティコンですね。これはネイティブも知らなかったです。聞いた Never heard of it とか言ってましたけど、だから辞書によってもすごい難しい辞書じゃないと載ってないですね。円形刑務所、一箇所から内部の全ての部分が見えるように作られた建物だ。やっぱりランダムハウス、新英和大辞典、リーダーズと、この3つたくさん単語が載ってるやつですね。それにしか載ってない。続いてピットが選択しました。ピットなんてって思うかもしれないですけど、めちゃむずい単語ですね。ピット A against B で A を B と競わせるみたいな表現があるんですけど、これは教育学部の本文中に出てましたね、今年は。で、過去には慶応の SFC で問われたこともあります。まあ、単語のレベルの高いね、学部を目指す人は覚えておいた方がいいかなと思いますね。続いてナッジ。これも何回か問われたことがありますね。肘でつく多いみたいな、ね、登場しております。はい、続いて小学部。会話に最初、better you than me っていうのが出ていますよね。あ、よかった。あなたじゃなくてよかったよっていう表現ね。で、次は hold it against you とか。まあ、これ it とは限らないんですけど、怒るってことですね。あなたに対しての怒り。で、demeanor。はい、態度ってやつですね。これは何度かいろんなところで問われてます。次の impart ですね。これ伝えるという表現ですね。これも小学部だけじゃなくて他のところで何かの問題に出てましたね。今年もう2回見てる。で、次は hone ですね。磨くという意味ですね。ほんとは skill だったかな。そういうので出てたと思います。続いて rule out。はい。こいつはもう何度も登場してますので、可能性とかを排除するとか、排除できないよなんていう否定文でもよく使われるやつですね。何度も出題されてますので、out だから覚えやすいんですよ。どかす系なんでね。で、次は chronology ですね。はい。まあ、chronicle とかね、時間関係に出てくる表現、年代
ってやつね。はい、続いて、recount。はい、これも非常にレベルの高い表現ですね。こう、詳しく順を追って述べていくとかね。そういう表現ですよね。次は compelling。これも何度も問われていますね。過去に。説得力のあるってやつです。convincing なんかとね、言い換えられるので、何度も何度も登場しております。続いて、教育学部ですね。今年一気に難くなったと。まあ、社学が基本的に早稲田ってね、一番難しいんですけど、文系学部の中ではね。理工は別枠なんで、置いとくんですけど、社学がむずいって言われてたんですが、まあ今年は教育の方がっていう人もいましたね。まあ確かにどっちも難しかった。ただ難単語はそこまで出てないんですね。で、教育は confound、当惑させる。まあこれは非常にレベルが高いし、あとは sow ですね。種をまくっていう意味のか、種っていう意味は知ってると思うんですけど、その種をまく、なんとかの種をまくってことから、これがその原因となりますよってことで、これを引き起こしますっていう風になるんですね。こう主語が目的語の種ですので、因果関係を表す表現ですね。なんで、教育自体はまあ難しいと言われたんですけど、そんな難単語自体は問われていなかったという感じ。では続いて文学部いきましょう。insolent、 はい、無礼なっていう表現ですね。これも英検級の時に覚えたの。次は intriguing、 これは興味深いってやつで、スペルが interesting に似てるじゃないですか。だから覚えやすかった。自分自身しょっちゅうね、スピーキングテストで使ってますね。トフルとかでも何度も喋ってる。次は appease ですね。これもまあ英検一級の勉強してる時に覚えた単語ですね。なだめるとかっていうのでね、はい、これまあ知っといた方がいいかなという感じ。次ですね、 whimsical、 これも英検一級の時に覚えましたね。風変わりなってですね。で、次は stick around。 stick around は他にも出たことがあると思いますね。まあ、その場でこうしばらく待ってるとか、ね、そこにくっついてるわけですね。そのあたり、 around あたりですね。そのあたりにいますよみたいな表現ですので、まあ、これは覚えやすい表現ですね。イディオムとして知らないって人多いと思うんですけど、次はじゃあ文化構想いきましょう。文化構想は foothold、 足がかり、基盤とかね、足場とか、足を支えるから分かりやすいね。で、次が threshold ね。はい、threshold はこれはよく出る。ほんと何度も何度も出題されてますね、過去に。で、今回はですね、今のところ2つ見てて、どっちがどっちだったか忘れちゃいましたけど、入り口っていう意味と、まあ、敷居とかっていう意味があるので、っていう意味と、境界ですね。っていう2つの意味があって、どっちも出てますね、今年。なんで覚えておくといいかもしれません。続いて、delude。これ、騙すという表現ですね。deceive の意味になりますので、覚えておいてください。まあ、ちょっとレベルの高い表現ですね。続いて、diminish。これよく出ますね。減らすとか、ミニ、小さくするなんで覚えやすい。次は、hallmark。特徴とか特質とかっていうやつですよね。マークなんで、まあ、一応覚えやすいかなと思いますね。で、次は、robust。はい、頑丈なとかね、強いっていう意味ね。単なる物理的に強いだけじゃなくて、ロバストイコノミーみたいに経済が強いみたいな形でも出てくることがありますね。次はホモジーニアス。まあこれは知っといた方がいいですね。同じ同質のホモって1位ですね。ホモセクシャルとかでも同じですけど、同質のっていうのはこれ何度もいろんな学部で出題されてるので覚えておきましょう。続いて、人科ですね。人科ですね、舐めてる人が多いんですけど、人科は単語のレベルは社学に続いて高い。文系でもすごいレベルの高い出典から出てくるし、理系は理系の内容の本とかからそのまま出てくるので、非常にレベルが高い。はい、今回はまず、indigenous ですね。はい、土着の底に住んでる、そこに生息してるってやつね。で、次は lyrical。はい、熱烈なとかですね。叙情詩的なとかね。英文学とかで言うとね、リリカルバラードとかってね、覚えなきゃいけないんですけど、あれですよ、lyric。歌詞、リリックスって言ったりしますね。あれです。あれと同じ。で、続いて、コライド。まあ、これは知っといた方がいいかな。ぶつかるやつね。で、次、グロー。はい。光の方ですね。光を放つ。成長するの GROW と間違っちゃう人がいたりするやつです。読んでる時に。次は、リアリア。実物教材と言って、英語とかでもそうですけど、言語なんか教えてる時に、本物のものを見せてあげる。こう、実際のものをこう持ってきてやる。そういうのをリアリアって言うんですけど、僕からするとすごい基本的な単語なんですけど、知らない人は難しいかも。リアルが入ってるので、まあ覚えやすい。アンバー、はい、琥珀。shed light on、 はい、これまあよく出てくる表現ではあるので知っておきましょうか。このライトをそこにこう、パッて照らして、それがわかるようになる。解明する。で、次が invertebrate、 はい、無脊椎動物の。まあこれはトフルだったら知らなきゃダメで。で、総計は中がつく学部、中がつかない学部があるって感じです。はい、次が irate、 はい、激怒した。まあこれも長文中にいたりする表現ですね。そして take cover、 避難するですね。こういうカバーがついてるんで、まあ覚えやすい。はい、続いて国際教養ですね。はい、難単語が普通に設問として出てくるのが国際教養です。まず最初、willful ですね。まあこれも出てきたことがかつてある、わがままなとかですね。頑固な。あとはまあ will が意思じゃないですか。だから恋によると。こう偶然じゃなくてねっていうのでも出てきますね。確か国際教養では副詞の willfully の形で出てたと思いますね。次が thwart。はい。こうやってなんか覚えましたね。すごい。なんかよくわかんないけど、こんなイメージを持って覚えましたけど。阻止するとかってですね。こう来たものをうわーってやる。
ってなぜか覚えました。はい、次はディフュージョン。まあこれは絶対知らなきゃダメですね。総形だったらこう拡散とかディフューズっていう動詞形もよく出てきますね。次がカウンターインテュアティブですね。インテュアティブっていうのが直感のなんで、その直感に反したっていう意味ですね。だからインテュアティブもぜひ覚えておいてください。次がパーバースってですね、こうひねくれたとかね、こう道を外れちゃったパーバートっていうね、あの逸脱しちゃった人、変態とかっていうのね、出てきたりしますもんね。パービーとかって言ったりしますね。形容詞形でね。スティグマ、汚名とか不名誉ですね。これもまあよく使う表現ですね。で次は wrathful、 怒りがこういっぱいあるってことですね。 full とか満ちていると。 wrath が怒りなんで、 wrath 自体も出たことありますね。続いて till、 はい、これですね、 until、 till のあれじゃなくて動詞の耕すの till ですね。 cultivate の意味ですので、こっちもまあ出てくることは出てくるね。次、dwarf、 はい、dwarf いろいろ出ましたね今年。いろんなところに総計いましたんで、まあ覚えておきましょう。小人っていうやつから来てるんですが、つまらなく見せるですね。そう、相手方を小さくする、自分の方がすごくて相手が弱いみたいになっちゃうってやつです。次はエクリプスも、はい、そういった感じのやつですね。こう相手のその影を薄くするっていうですね。まあもちろんあの月食とか日食のエクリプスが有名なんですが、実はそんな意味でも使われます。そして法学部で、まずはインカフーツね。まあ法学部の動画でもすでに紹介してますが、グルになってですね。ビライが隠す、ライ嘘から来てるやつね。でシングルアウトですね、一つだけを取り出す、こう選ぶっていう表現で、次がエピフェット、罵倒語句だ、良くないあだ名とかですね、そういうやつですね。昔の有吉がやってたやつとかね、そういう表現になりますね。はい、こんな感じです。リコはまた別格でなんかわけわかんないのがいっぱい出てくるので、はい、そちらはまた別動画で紹介しようと思います。はい、どうでしたか、皆さんはどれぐらい知ってましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ぜひ早稲田受ける人ね、こんな何単語出てくんだなと思って、これから頑張って勉強しようと思ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.